アマかけるイカズチオクラホマシティサンダー。長い長い短期生活は終わった。来期こそ上位躍進への時だ。皆さんこんにちは、こんばんは、クーズオでございます。今日はね、意外と来期めちゃめちゃ躍進遂げるんじゃねえかと思うオクラホマシティサンダーについて語っていこうかと思います。今日も今日とて緩めのラジオで長らく聞いてお楽しみください。そしてですね、先日、ちょっとまあ、アンチが多めのウォーリアーズについて語ったところ、結構ね、前振りでね、おい、ふざけんなお前ら文句言うんだったら見るんじゃねえって動画出した結果、全くアンチコメント来なかったんで、やっぱあんだけ強くが来ないんだなと思って、まあ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 、あんまねこう前振りにビビらしてもしょうがないんで、まあ今日はサンダーファン大丈夫です。マジでベタ褒めしようと思いますし、来期は期待して大丈夫です。それでは本編行きましょう。まず昨シーズンですね、まあチェットホルムグレンがドラフト2で加入して怪我をしてしまったんで、まあ無理じゃないか、今年もタンクじゃないかと思いきや、順位こそ低いんですけどプレイインに滑り込むことができました。これは僕的には期待以上の活躍だと思います。しかも期待の若手エースのシャイギルジャスアレキサンダーがオールNBA ファーストチームに選ばれるという、これまた期待以上の活躍ですね。こんなにジャンプアップすると思いませんでした。 MIP を取ってもおかしくなかったんですけど、まあマルカネンの方が振れ幅がでかかったんでそこはいいんですけど、本当にここまで来るかみたいな活躍しました。それでいて特に戦力流出大きなところはしてないですし、若手も順調に育ってきてる、ちょいちょい補強もしてる、これは最近あったグリズリーズのような躍進を遂げるんじゃないかと僕は予想します。まあその理由についてちょっと長々と語っていこうかと思うんですけど、まず上位躍進の要因1個目なんですが、チェットが帰ってきますね。昨シーズンちょっとレブロンとドリューリーグで交通事故を起こして、あーレブロンさんドーンみたいな感じで、なんか足の裏だったかな、骨折みたいな感じになっちゃって全休してたんですけど、結構ね1年目ドラフト上位で怪我してしまって全休してしまった選手って新人王を取りがちなんですよね。ブレイク・グリフィンとかベン・シモンズかな、近年の例は1年目全休した上で翌シーズン新人を取るっていう、結構その全休はするんだけども、もう全休するほどの怪我じゃなくて後半から徐々に体作りとか始めて NBA 入る準備を念入りに NBA のコーチングとかの環境でできるんで、結構ステップアップしがちなんですよね。その可能性もあるっていう、かつサマーリーグもねちょろっと見ました。まあ主にスタッツとかハイライトなんで試合は全部見てるわけじゃないんですけど、チェット君やっぱりディフェンスがとんでもねえです。まだまだフィジカルっていうのは NBA レベルっていうか、まあそもそも細すぎるレベルなんで、ちょっとフィジカルなディフェンスは無理かもしれないんですけど、ブロックであったりその腕の長さ、守備範囲がやっぱ広いんで、1年目からまあまあなディフェンダーっていうのと、オフェンススキルもある程度持ってるんで、まだまだ NBA レベルじゃないし、シュートタッチっていうのも安定はしないと思うんですけど、そのスキルセット持ってるんで、スペーシングも悪くしないサンダーにベストフィットのビッグマンになるかなって僕は予想してます。あとジェイレンだっけ、あの朝倉未来に似てる方のウィリアムズとの相性もめっちゃいいと思うんで、フィジカルなディフェンスに関してはウィリアムズをつかせてヘルプでチェットを使うみたいなことができれば、昨シーズン荒かったサンダーのディフェンスもある程度締まる可能性はありますよね。で要因その2なんですけど、若いのよマジで、伸びしろしかないし、やっぱ若いっていうことは怪我への耐性もある程度年寄りが強いんでね、レギュラーシーズンある程度健康体を保つことで他の怪我しているちょっとベテラン寄りのチームに比べて順位が安定して上向くんじゃないかなと思ってます。それこそグリズリーズの躍進みたいな感じになると思ってます僕は。シャイもそうだけど、ジョシュ・ギディであったりとか、ジェイ・リンだっけ、ナオミに似てる方とか、マジでね有望な若手が多いし、ある程度 NBA で通用した上での上積みっていうのが計算できるんで、めちゃくちゃいいと思います。ロケッツからねタイタイ・ワシントンとかウスマン・ガルーバっていう選手も取ってますからね、ここも若手で期待の選手です。ジョシュ・ギディもねどこまでの天井があるか今んとこわかんないけど、俺は正直ルーキーシーズンで入ってきてある程度の活躍しても、まあまあまあマイケル・カーター・ウィリアムズでしょって思ってたら、2年目意外と意外とシュート打てるなっつって期待をいい意味で裏切ってくれたんで、ここの伸びしろも期待したいですね。やっぱ彼はもうある程度のボールハンドリング、素晴らしいゲームメイク能力、サイズを生かしたディフェンスっていうのはできるんで、あとはシュート能力だと思います。まああと頼りになる大ベテランのねダービス・ベルタンズ取りましたからね、シューターとして素晴らしい活躍をしてくれるでしょう。うん、まあそれ不確定予想すぎるんだけど、ここ最近はマジでシュートの入らないシューターなんでね、高いだけの不良再建だったんですけど、まあまあまあサンダーにいないタイプだし、ある程度のサラリー抱えてるんで、ミニッツ自体はもらえるんじゃないですかね。しかも仮に稼働しなくても来シーズンから2年契約残してる17ミリオンの選手なんで、今までよりかはトレード価値ってちょっと上がってるんですよ。サンダーそもそも出したいまとまったサラリーの選手がいなかったんで、このベルターンズをアセットにして余分な、あの来シーズンマジ24年指名権ね、20名回したら8枚以上持ってるのかな、ちょっと余ってるんで、その指名権をつけた上で他の有能なベテランと変えることもできるんで、ベルターンズ抱えとくのは別に悪くないんですよ。あ、そうそう、ごめん、要因3つ目で言おうとしてたんですけど、サラリーを抱えてるベテランを獲得したんで、余った指名権使っ
ゃってまた新たな動きできるんですよね。このチーム昨シーズン以前はマジでシャイとドーとしかまとまったサラリーいなくて、しかもその選手って出したくないからトレードに動けなかったんだね、大きなスターを抱えるためのけど、今年からはそのベルターンズの約17ミリオンの契約と、まだオラディポウェーブされてないよね、 9.4 ミリオンのオラディポもいるんで、約26ミリオンから30ミリオンの選手をトレードで獲得することができるようになりましたね。で指名権は大量に余ってるんで、2巡目とかまあ価値の低い1巡目ぐらいピョッとつけて、そこそこの準スター選手ぐらい取れるようになりました。だここもサンダーが開幕とかちょっと調子悪かったとしてもテコ入れができるようになったってもでかいです。で以上が僕がサンダーが上位に上がれる要因だと思うんですけど、それとは別に来シーズン以降の未来もめちゃめちゃ明るいんですよね。1巡目指名権がマジで大量にある。ごめんなさい、さっきね来シーズンが1巡目2巡目は8枚って言ったけど、来シーズンは1巡目が3枚と2巡目1枚ですね。でその来シーズンの1巡目指名権がヒューストンの1巡目とユタの1巡目と、まあクリッパーズの1巡目は弱いかな、結構質が高いんですよね。だから仮に来シーズン負けたとしても自前じゃないけど他チームのそんなに勝てないよってチームの1巡目が手に入るんで、ドラフトに期待もできるし、それだけ質が高いってことはその1巡目指名権3枚を使って来シーズンの FA スターを取りに行く動きもできますよ。それこそプレイヤーオプションを破棄したポール・ジョージとかね、めちゃめちゃ出戻りになるけど、今のサンダーのラストピースとしてはめちゃめちゃいいと思うんで、仮にですけどそういう動きも可能だったりします。マジでこの感じサム・プレスティやばいね。あ、サンダーの GM なんだけど、こんだけね24年だけじゃない、25年以降も指名権大量にあるから、ちょっとやそっとレギュラーシーズン失敗したところで修正が効く状態に今持ってけてるのは、そのサム・プレスティの方針のもと、全然買いでもいいから耐えて耐えて耐えて指名権も出さないで逆に集めた上で未来の動きでバーン無双しようっていうのを作れたのは本当に褒めるべきだと思います。いやさ、俺もよく中途半端なチームバカにすんじゃん。ブルズどうしたいんだと、ウィザーズどうしたいんだと、ブレイザーズどうしたいんだと、まあリーダードはあれだけど、やっぱり中途半端に勝ちに行ったりちょいちょい毎年指名権を出したところでチームが極端に勝つ例ってのはやっぱ少ないんですよね、今のこのリーグの事情的に。もう三大みたく近年は覚悟を決めて負けに行って若手育てて指名権も出さないで今後どうにでもなるっていう状態作ったっていうのが、俺はチームの運営方針としてはめちゃめちゃ評価したいし好きなんだよね。でここまで長々と語ってきましたが、私来シーズンサンダーの順位予想は4位で行かしてください。4位、高くねって思われるかもしんないけど、俺はそれだけ期待してるし可能性が無限大だと思います。本当はちゃんとオフシーズンの動きとか戦力分析で動画作りたかったんだけど、あのリラード主役もハーデンがまだ動いてないからちょっと作れないから、こういうラジオ感覚で順位予想だけしてますけど、今の時点ではサンダーはそれくらい行くかなと思ってます。その理由についてはまた後日動画開けますね。でもってそのシアカムよ、俺シアカムを取るべきだと思うんだよね。サンダー現状さ結構難航してるわけじゃん。ラプターズも安売りしたくねえし、ペイサーズで噂もあるけどスパッと決まってないってことは、1巡目何枚かで今ラプターズもめちゃめちゃ迷ってると思うよね。そこでオフシーズン中とは言わない、ペイサーズがいやまだ待ちますっていう感じでシーズン中までシアカムのトレードが難航した場合はシーズン中ちょっと見て、あここにシアカム加えたらワンチャン行くんじゃねみたいな状態になれば、俺は今シアカムをサンダー自体はビッグイングが足りてないんでめちゃめちゃ取るべきかなと思います。あとちょっと懸念も言っときましょうか。ベタ褒めするだけじゃないんで課題点とかも言っていこうかと思うんですけど、結構国際試合ワールドカップに出場する選手が多いんで疲労感とかは心配っすね。カナダ代表でシャイとドーとオーストラリア代表でジョシュギディが行っちゃうんで、まあめちゃめちゃ主力どころじゃないですか。ここが怪我とかもせずにあんまりちょっと頑張りすぎて疲労とか溜めなければ開幕ダッシュも決めれるかなと思います。そこはちょっと心配だけど、まあまあ他のチームも同じ条件の選手はいっぱいいるんで気にしすぎかもしれないですけどね。あとすいません、忘れたらごめんなさい、教えてください。ただ疲ればっかりじゃなくてポジティブな見方としては、国際試合を経験することで経験を積んで逆に上手くなるっていうパターンもあるんで、そこも期待したいですね。あと忘れてました、今年のドラフトでねケイソン・ウォーレスっていうジュルーホリデーとかマーカス・スマートになり得るディフェンダーも取ってるんで彼にも期待したいっていうのと、あと僕のショーツ見てくれた方はわかると思うんですけど、キヨンテ・ジョンソンっていう一応2巡目なんでそこまで期待はできないかもですが、難病を克服して NBA に入ったっていう選手もいるんで彼のことも押してあげてください。ちょっとポジション的にはねウィリアムズとかシャイに被っちゃうんでわかんないですけど、まあまあ期待できるでしょう。皆さんは来シーズンサンダーどこまで行くと思いますか？ぜひコメント欄で予想してみてください。全然関係ないんだけどさ、こういうサンダーとかさスモールマーケットで若いチームの専門の NBA YouTuber 出てきたら面白いんだけどね。なかなかね、俺はレイカーズを推してるから結構やりやすいっちゃやりやすいんだけど、すごい人気のあるチームじゃないとねちょっと再生回数とかはあんま見込めないかもだけど、でもやってくれる人がいたら俺は全力でコラボとかもやるんで、もし興味ある大学生とか暇な社会人とかは考えてみてください。あと最後にお知らせなんですけど、もう NBA の話じゃないんで一旦ここで大丈夫だよって方は閉じても大丈夫です。私今ねささやかながら毎日投稿してまして、ショー
ツはね前から毎日出してたんですけど、横動画長い動画っていうのを今1ヶ月ちょっとくらい継続して毎日投稿できてるんですが、もしかしたら月曜日お休みするかもしれません。なんでかっていうと、シンプルに今札幌の実家に帰ってるんですけど、友人の結婚式があるんですよね。この動画出てる日曜日にあるんですけど、まあ結婚式といえばね、しこたま飲むっていうのと出会いの場でもあるんで、ちょっとまあ僕の体力的に月曜日の動画作れないんじゃねえかなっていう今説が出てきてるんで、もし月曜日出てなかったらそういうことだと思ってください。月曜日は月曜日でね、ちょっと本当クラブっていうサブチャンじゃないんだけど、アニメ漫画チャンネルの方の撮影合宿みたいなのもしなきゃいけないんで、まあおそらく月曜日に上がってたとしたら、あこいつそれでも頑張ったんだなって思ってほしいのと、上がってなかったら忙しかったなと思ってください。多分ショーツはね例のごとく何本か上がるはずです。まあ、ていうか今のこの各チームラジオで話すっていうのも結構不本意というか、リラードハーデンシアクムが動かねえから戦力分析できないから、まあつなぎで上げてるだけなんで、もしかしたら今後も毎日投稿じゃなくて長尺の動画っていうのは不定期になる可能性あります。そこら辺はねご了承ください。できればちゃんと編集して質の高い動画をお届けしたいんで。というわけで本日もこのゆるいラジオをお聞きいただきありがとうございました。また別の動画でよろしければお会いしましょう。さよならっす。